あざまーガブチャンネルです。こっちゃう。今日はね、ちょっとみんなに自慢することだ。え、見ろ俺のドヤ顔。ドヤ顔だ。すごいです。じゃん。上。右。反対もな。下。両方つぶってた。まあいいよね。どうだ俺のスプラ。あ、ドヤ顔だ。そんなことじゃなくて、本日はね、ちょっと日にちずれてるんですけど、みんな見る頃はね、うん、なんでしょう、なんでしょう、これなんだ、バレンタインをもらったんです、私、うん、すごいね、すごいね、もらったのかよ誰にもらったの聞きたい、うん、おめえ汚してねえか、俺になんで、欲しかった、いや、いらねえけど、いらねえべ、うん、これ、君ちゃんからはい、君ちゃんありがとうございます。そこでこれ、あとはこっちゃいったな。これもあんだよ。またこれ。これは君ちゃんじゃねえんだけど。これは 手作りの何これ？スコーン。え？スコーン。スコーン。スコーンっていう食べ物を手作りで。そう。イントネーションおかしいかもしれないけど。そうこれ。ティラミス手作り。これはな、ね、これは俺の若い。うん、な、これウィンクスか。我が家彼女にも俺が見てっかってことですごいよね、すごいよね、手作りだよ、まあ、やば できた女だからな、すげえ、とりあえずよ、喋ってしまったから食ってみっからよ、食って、あ、君ちゃんのこいつはよ、入ったな、あとゆっくり食うから、あげていいかいいよ、あげたら、うん、これはもう入ったね君ちゃん、そんな別にあげなくてもいいかったのにって言われるな、うん、でこれよ、俺食わねえでその辺に置いとくでよ、君ちゃん食うためこれ食っていいよだおー、なんかうまそうだよこれ、あ、ほんとだ、なにこれ、え、生チョコ、すっごー生チョコだ、あ、これいいね、はい、これナイスチョイスじゃねえこれ、うん、やっぱうまそう、ね、なんかアルコール入ってるよ、でもこれアルコール分 1.3% だって、ほんとだ、へえ、絶対うまいやつ、ウイスキーボンボンじゃなくてそんな感じのアイスなのかな、うんうん、まあこれはじゃあゆっくり味を食べる、とりあえずは手作りのこっちは足が速そうなんで初めに食っちゃわないと、はい、よし、オープン、てってれー、どうだ、すごい、ん、まず匂いからか、匂い、あ、匂いはな、ココアパウダーだ、ティラミス、ティラミスなんで、じゃあとりあえずいただいてください、いただきます、はい、どっからこう、なんかスプーン入れるのもったいねえようだな、真ん中に入れたらよかった、え、角から食べるあえて、恐れてもなんでも角が大事だから、おい、断面、ちゃんとティラミスになってんじゃねえか、おめえ、すごい、あー、匂いもいい匂い、芳醇な香り、いただきますうん、うんうん、あ、うまっ、うまい、うまっ大人の味、うん、うまっ、うまい、うまい、うまい、マジうまい、うんうん、上手やな、うん、ちょこちょこチーズケーキとかでプッと持ってきてるんだな、うん、いいな、なんかスコーンは飲み物飲みながら食べてくださいって、うん、何水分取れっから、うん、なんか増えたんだけど、まだ増えてんな、これ、うん、これももらったんだ、これ、うん、これは誰にもらったんだろう、いかね、うん、これはゴジバだと誰にもらったんだろう、高級チョコだ、うん、これ俺お兄ちゃんからもらったんだ、うん、多分誰かからもらったんだ な、うん、もらったんだな、だいだい高級品もらってんだな、ああゴジバなんてよ、はい、生意気だなとりあえずパン、でもな、売ってるものよりな、この手作りっつうのがすごいから、あんまり食うのなくなって、え本当遊び来たらいい空気満々、空気満々だから、ちゃんと残しとくか、うまいな、美味しそう、うん、すげえな、お菓子作れるってすげえよな、うん、あの舌触りが超いい、あ、そうなんだ、うまい、食ってみろおめえ、うん、あとでいい、あとでいい、うん、うち作れねえからな、うん、うち作れねえからな、なんだな、おめえはな、うん、まあいいべ、うん、目玉焼きぐらい焼けって、目玉焼きが焼けねえ、うち、あ、ほら、卵焼き、卵焼きも作れねえ、お前何もできねえだよおめえ、味噌汁、あ、味噌汁ぐらいは作れって、あ、おから、
あ、おから作れる。おからな、うん、おからおからの、なんつうのあれ、おからおからつうの、おからだ。あ、とりあえず俺ばっか食ってるとなくなっちゃうんだよ、うん、でも何年か前に作ってあげたよね。なんだっけ、なんかチョコレート、うん、バレンタイン多分作ったよ。買ったかも、うん、ただ溶かして固めただけ。めんどくさい、違う違う、俺チョコバナで焼けばいいな。え、めんどくせえもん、チョコバナ。チョコバナのこそめんどくせえ。何も機械スイッチ入れると勝手に勝手に溶ける。チョコバナナプロ級だ。プロだ。まあ、とりあえず本日は、みんなに自慢するのに、はい、いっぱいバレンタインもらいました、はい、いや、なんか誰かに欲しいって言われれば作ってやってもいいけどよ。俺欲しいって言ったことないんだ、うん、だから誰も欲しいって言ってくんねえから作んねえんだ。最初しなくてももらえるのがいいのよ、ね、要は満足、うん、すげえな、え、よかったな。あ、ありがたい限りでございます、ね、これで明日からも一日、うん、あ、明日からも毎日元気に働きます、はい、これからもね、うん、あのプレゼントいただいてありがとう。これからも頑張りますんで応援のよろしくです。どうだ、俺の自慢十分だめだ、うん、え、なんだ、うん、え、ついてべ、うん、コーン食べた、あ、ゆうた食べるからさ、あ、食うかもしれない、ね、じゃあ、あとゆうたくんとまもちゃんと一緒にみんな食べますんで、うん、ね、今度こそ、はい、また皆様へとする、はい、どんどんチャンネル登録よろしくお願いします。早く来る、早く来る。じゃあね、また来る。腹減ってんだ、あれ。あれよ、ごめん、バイバイじゃねえんだ、俺、うん、これ、誰からもらったか判明した、うん、ね、誰だと思う、これ、分かんない、これ、俺の同級生のお母さん。同級生のお母さんがわざわざ持ってきてくれたみたいな。愛されてるな、愛されてるな、うん、俺も愛してるよ、うん、お母さん。おじばだな、うん、これ何個、あ、5枚も入ってるじゃん、これ。おじば結構入りがすかな、ね、なあ、ちっちゃいのに食べた、そんなちっちゃいがな。チロルチョコ何十個買いんだって出すからな。チロルチョコ食った方がいいって。いや、ひどいだわ、これ。ベジラーみたいな足の分かんない人だな。分かんない人はチロルチョコですよ。チロルチョコうめえかな。え、チロルチョコ最強だから。だって500円だった箱で買いたんだから。まあ、オリバーはいいけどよ。オリバーもでもうめえけどな。やっぱりこれ食うからよ、うん、うん、これはみんなチョコチップになったから。チョコチップ、え、チョコチップ入ってるの。チョコチップみたいな、やっぱり来てる。これも手作り作れるの、すごい。あ、うん、なんで閉じたんだ、ちょっとまずしね。ひでえな。ちょっと水分取られ粉なんだ。俺あんまりこれ得意じゃねえかな。こっちの方が気に入った。おじばの宣伝するのが好きよ。うん、ええ、あ、全部戻った。ネグナル、ネグナル、じゃあもういいか、うん、まだいい、食うなもなくなるから、じゃあそういうことで、あの、もらったものね、うん、俺は友達のお母さんからでしょ、うん、お兄ちゃんが今ちょっと帰ってきて、うん、腕たどってやったから、はい、ありがとう。これからも応援よろしくお願いします。言ってない、あ、言っちゃうか。いつも言ってない。